フローレンス・デロレス・グリフィス・ジョイナーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロスアンジェルス出身の陸上競技選手。生誕名は、フローレンス・デロレス・グリフィス。愛称は、フロジョー。陸上競技における女子100メートル、200メートルの世界記録を保持しており、この記録は誰にも破られていない。11人の兄弟姉妹の7番目として生まれた。 カリフォルニア州立大学のオスリー事故を中退後に銀行員として働くが陸上の才能を認められたことでカリフォルニア大学ロサンゼルス校に転入し卒業する。1984年ロサンゼルスオリンピックで200メートルで銀メダルを獲得した後は銀行員に戻り陸上競技からしばらく遠ざかっていた。その頃に兼ねてから興味があったファッションやネイルの 勉強を始めた。1987年に陸上競技に復帰した彼女は1988年、ソウルオリンピックに出場し、100メートル、200メートル、400メートルアールで金メダルを獲得し、3冠を達成した。長く伸ばした自分の爪に鮮やかなマニキュアをつけ、長い髪の毛をそのまま伸ばした髪型でも話題を呼んだ。ソウルオリンピックが終わった直後に、 スーパー陸上で来日し、優勝を果たすも、間もなく、引退を表明した。100メートル走の世界記録に関しては、同日に行われた他の競技で、追い風参考記録となったものが多かったが、彼女のレースでは、風速秒速0.0メートルと無風であり、彼女が走っていた時点では、風速計が故障していたとも言われている。 夫は1984年ロサンゼルスオリンピックの3段、飛べで金メダルを獲得したアルジョイナー。7種競技や総幅跳びで活躍したジャッキー・ジョイナー・カーシーは、アルの妹であり、フローレンスにとっては義前にあたる。1989年10月7日に放送された、日本テレビ系、スペシャルドラマ、華麗なる追跡ザ・チェイサーに出演し、松田優作と共演したことがある。 1998年9月21日、ジョイナーはカリフォルニア州ミッションビエホキャニオンクレスト地区にある自宅にて眠っている最中に死亡した。38歳であった。オレンジカウンティ保安官事務所が彼女の死について調査を行った。その調査結果によれば、彼女の死因は重度の転換発作による窒息死であった。また、 ジョイナーは、海面上血管腫を患っていたことも判明した。これは、脳血管における、先天性の異常であり、これが原因で発作が引き起こされた。ジョイナーの家族の弁護士によれば、ジョイナーは1990年に強直性無大性、痙攣発作を起こしており、1993年と1994年に、その発作の治療を受けていたという。また、彼女の死について、 調査を行った保安官事務所によれば、彼女が服用していた内服薬は一般的な市販薬二つ、すなわちアセトアミノフェンとコーヒスタミン剤の一種であるベネドリルであった。死の2年前、ジョイナーはカリフォルニアからセントルイスへの移動中の飛行機の中で発作を起こしており入院したことがあった。また、発見時の彼女はうつ伏せの状態で寝ていたという。 夫のアルジョイナーによれば、彼女には反応がなく、呼吸もしていなかったという。ソウルオリンピックの直後に引退を表明した彼女は、別の競技選手から、彼女はステロイドや人成長ホルモンを服用していたという、噂や非難にさらされたことがある。ジョイナーは、薬物検査にはすべて合格しているが、成長ホルモンについては、尿検査を行っても検出されることはない。 NBA インディアナペーサーズの90から96年に着用されたユニフォームをデザインしている。ありがとうございます。